それではこれより中村悟より沖縄から目指す祖国日本の再建と題して決意表明演説を行います。中村さん、よろしくお願いいたします。はい、皆様、本日は暑い中これだけお集まりいただき本当にありがとうございます。そして、長尾先生はじめ、応援演説してくださった先生方、本当にありがとうございます。いろいろ応援も演説も聞きながらですね、東京で活動を始めた初期の頃からいろんな思い出が、相馬灯のように出てきているんですけれども、今回は決意表明ということですけれども、ちょっと私としては決意表明という言葉はちょっとしっくりこないなというと思っておりまして、今回、これまでの活動のいわゆる一つの総決算としての決意がございますので、決意っていうのはなんかまだまだなんか個人的なような感じがしてですね、これは私にとってはふさわしい単語は覚悟を決める、覚悟表明といったらいいですかね、というような気持ちがしております。人によっては評伝はあくまでも那覇選挙区ですので、東京で集会をやってもあんまり意味がないんじゃないかというようなことも思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私が、この覚悟をするに至りまして、まずは東京で十数年間お世話になった方と思いを一つにして、始めていきたいという思いがありまして、今日はその思いが、応援演説いただいただけでもかなり目標が実現をして本当に嬉しい感じでございます。で、質問に至って、普通だったら選挙のいろんな、私はこんな公約します、こんな公約しますとかっていろいろ戦術戦略あるんですけれども、今日はあえてそういうことは一切省いて、どのような覚悟で臨むのか、どのような思いで臨むのかと、そして今沖縄がどれぐらい本当に危機的な状態にあるのか、そしてこれを今後私たち愛国者が力を合わせてどのように乗り越えていかないといけないのかというところをお話をさせていただきたいと思います。ちょうど去年の5月、沖縄県祖国復帰の50周年、清涼会館で、今日はご参加いただいた方多いと思うんですけれども、無事50周年式典ができました。でその時に、私の母の挨拶の動画を上映させていただいたんですけれども、これの一番最後の部分、これは愛国者の皆様に2つお願いしたいことがございますと。で一つは、沖縄が永遠に日本であり続けるようにというのが一つ、そして、2つ目、これは日本が沖縄を守れる国になるようにというこの2つでございます。で私が沖縄に行ってやっている、活動のメイン、これは先住民族韓国との戦いだったり、中国に侵略されないような抑止力を何とか啓蒙しようとセミナーを、矢野先生をお呼びしてセミナーをやったりとかですね、そういったことをやっているんですけれども、この延長線上だけでは、この活動だけでは沖縄は守ることができません。なぜなら日本政府自体がまだまだ本気で沖縄を守れる力がないからです。力がないだけじゃなくて、私から見ると沖縄を守るぞという意思が政府にはどうも感じられなくて、心細い思いをものすごくいたします。国民保護に関してもそうです。本気で沖縄有事になっても沖縄を県民一人残らず、生命を守って一人残らず避難させてやるんだという人を、私国民保護のいろんな活動をして政府にも関係省庁にも当たって、県にも市町村にも全部当たったんですけれども、誰一人自分が責任者だという人は見つかりませんでした。全部あれは県がやるんですよ、県に聞いたらこれは国の問題ですよ、いやそれは市町村のこれは担当ですから、
政府の方でなんで訓練やらないんですか。いやいや、私たちは勝手にできないんです。県から上がってこなければ訓練できませんと。このような状態です。誰も真面目に本当にこの有事になった時の沖縄の人たちを守るんだという責任者が実は皆無だというのが、このこちらにある国民保護研究会というのを作った理由であります。この2つ、これをですね、ぜひみんなで力を合わせてやっていきたいと思います。でちょっと暗くしていただけますか。ご最新の情報を今、玉城知事が訪中をしたということは多くの方がご存知で、これはもうとんでもない売国奴だということをご存知だと思います。ただこの売国奴の度合いと、あともう一つ中国側の工作の巧、歴史を利用した巧の部分、これが日本のメディアでほとんど流れてないので、急いで夕刊フジに寄稿して載っけてもらったのがこの記事で、ございます。この墓、誰の墓なのかというのは多分この夕刊フジぐらいしか報道はしておりません。これは、明治12年沖縄県が設置をされた時に、いわゆる廃藩置県の時にはいろんな藩で不平一族っていう人たちがいらっしゃったと思うんですけども、沖縄にも当然既得権益がなくなるので、あの不平士族がいらっしゃいました。この沖縄の場合はこの不平士族の動きが他の他府県と違うのは、チャイナと朝貢関係にあったので、琉球が日本に併合されてしまうと、助けてくれというのを清国に密航して役人に訴えた人がいるわけですね。これを専門用語では脱身人と言います。清国に脱出する人、脱身人と言うんですけど、この脱身人が、祀られての墓というのが、実はこの北京の琉球人墓というものが出たわけです。この琉球人墓も昔からあったかというと実はそうじゃなくて、この北京の琉球人墓、福建省はあの琉球館とかあったので琉球人の墓があるっていうのをみんな知ってたんで、あの沖縄の歴史詳しい方は知っているんですけど、北京にあるというのは私も知らなかったんですね。これがいつ存在したのかというのを調べたら新しいんですね。これが作られたのはですね、2016年なんですよ。2016年なんです。2016年にこの周りがリンゴ畑だったのを、中国の方からこれを、このリンゴ畑をレジャー施設にするんだと、ここに琉球人の墓があるんだと、沖縄県どうしますかっていうのをわざわざ言ってきたわけです。その時にこの琉球人墓を保存してくれというのを、嘆願とかを沖縄の方からやったわけです。この最初に嘆願書を出したのは友知正樹という方ですけれども、これは琉球独立、琉球民族総合独立研究学会の共同代表の方です。この方が中国に嘆願書を出して、そしてその後母さん団というか、この何十人かこの北京まで一緒にグループで行って、これを保存してくださいと言って出来上がったのがこの墓なんです。これが7年後に玉城知事が自分で行きますって出てあげたわけじゃないですよ。誰が連れてったかというと、河野洋平ですよ。河野洋平なんです。河野洋平が、日本国際貿易促進協会の会長でありますけども、これは日中国交回復前からずっと天津山取りの物々交換の頃から対日工作の経済的な穴を開ける工作機関として暗躍してきたんですけども、その会長が河野洋平なんです。多分玉城知事は私の知ってる限りでは何をしに行くかわからない、誰に会うかもわからない、ただ会った人には調子合わせていい顔をするというだけで帰ってきたような人物なんですけども、この河野洋平が連れてったわけです。だから私は長尾先生いらっしゃるので申し訳ないんですけど、自民党の国会議員は誰一人玉城知事を批判する権利は私はないと思っております。なぜなら河野洋平は自民党員じゃないですか。なんで除名しないんですか。おかしいんですよ。これが大きな闇であります。これはあとは訪中する前に、玉城知事が訪中する前に、福岡の総領事館と沖縄の県知事、副知事が県庁でお会いしてます。面談をしてます。この中は何かっていうのはなかなか何話がわからないんですけれども、おそらく中国に行った時にはどんなことをやるっていうのを全部話していると思うんですね。で、玉城知事の訪中が決まった後の中国のメディアの報道、これは私は十数年間中国のメディアを見て時々変なこと言ってないかなとチェックしておりますけれども、その琉球に関する動画のアップ、記事のアップ、これが桁違いに増えたんです。
何百倍ですよ。何百ぐらい同じ動画がないけど、大体琉球はもともと中国だった、明の新時代から中華民族の一員だったけど、海岸地検で日本に乗っ取られたんだと。その時にもこういう、脱身人とは言わないんですね、琉球の英雄が救援を求めに来たと。で、何を脱身して何をやったかというと、清国に援軍を求めたんですよ。援軍を明治12年清国の方に行って、琉球に出兵してください、琉球は大変なんですお願いしますっていうのは1回だけじゃないんです。記録を見るともう10何回あっちにもこっちにももう何度も何度も嘆願書を出してるんですよ。でもその時に清国はもうそんな力なかったから、結局動かなかったから切腹して辞任して訴えたと。その時に歌を作ったと。その時の墓が、その人の墓があるわけです。清国の援軍を求めた人の墓なんです。さて、それを手を合わせた玉城知事は中国ではどのような人だと思われますでしょうか。この援軍を求めた人は、名前は林成功、林って書いて成功の成、世界の成、そして成功の功って書いて林成功って方ですけれども、林成功は、これは昔は脱身人と言われてたんですけれども、これはなぜかですね、2000年頭に琉球の沖縄の歴史が改ざんされて、新たな説が出るんですね。このような方は脱身人と今までは呼ばれているけれども、これはエスニティックな観点から見ると、これは琉球救国運動というのがふさわしいというように言われ始めたんです。で、今の新しい歴史ではこの林成功は琉球救国運動の英雄になっちゃったわけです。でも本来何ですか、本来外観誘致の いわゆる逆進じゃないですか。逆進ですよ。これは犯罪者ですよね、当時は当然犯罪者ですから帰ってきたら逮捕されるようなことなんですけれども、これを今中国の歴史では日本を裏切って外観誘致をした人たちを英雄として祭り上げて、その逆進を英雄になった人を玉城知事が参拝をしたという恐ろしいことが起きたわけです。これは例えで言えば、岸田総理大臣が韓国に行ってアン・ジュンコンの墓を参拝して英雄だって祭ったみたいなもんですよ。そういうようなことをやっちゃったわけですよ。これに対して日本のメディアはなぜか全部隠しているんですね。で、あとは沖縄を決して戦場にしないというのがありますけれども、この墓参りをしたことが玉城知事的には沖縄を戦場にしないために墓参りしたと言ってるんですけども、これはとんでもない大きな間違いで、これは私は台湾有事を早めたというような、そのものすごい危機感があるんですね。なぜかというと、中国にしてみれば琉球を助けるために出兵軍隊を人民解放軍を出したんだという言い訳を台湾有事の時には作るきっかけができちゃったわけですよ。中国の人で沖縄、中国のメディアで一回検索してみてください。これ日本語、中国語に訳して、琉球が中華、琉球は中国のものっていうのを検索したら、もう山のように引っかかりますよ。琉球、これ中国のものって引っかかるんですけど、琉球が日本のものっていう、琉球が日本のものっていう検索、もしくは沖縄は日本だっていうのは検索しても、中国のサイトでは一件もヒットしません。全部消される。ですので、中国の方で琉球を助けるために、中華民族の一員である琉球の人たちを助けるために出兵をするんだと、玉城知事も喜んでいるというような報道をしたときに、誰も反対する人もいないんですよ、中国の中で。そうだ、助けなければというのがあるんですね。ちょっと話しとれますけど、昔ですね、孫興文さんという中国人の漫画家、ご存知でしょうかね。この方から驚く話を聞いたんですけれども、孫興文さんは愛国者、もう帰化されましたかね、その叔父がのんぽりだったらしいんですよ。のんぽりだったんですけれども、沖縄観光をしたら急に琉球を取り返さないかっていうふうになんか変わったっていうんですよね。何が行われてるかって言ったら、フェリーがある、でっかいフェリーがありますよね。でフェリー乗って行くんですけど、これは中国共産党が補助金を出すらしいんです。今度沖縄旅行を出す観光ツアーにはお金出しますよと。ただし一つ条件がありますと。この船の中に当局が派遣する講師のセミナーをやってくださいという仕組みがあるらしいんですよね。で旅行会社も分からないです、何があった。もう分かったと、お金もらえて儲かるから、はいはい分かりましたってやるわけですよ。で片道200ですよ。で
上陸時間が7時間で、また帰り道200分乗るわけですね。その間で琉球の歴史のセミナーやるわけですよ、徹底的に。で、上陸した時にはほら、竜の柱があるでしょう、ほらここは那覇で福州園という中国庭園があるでしょ、首里城見たらほらこれ中国の地方に行ってるでしょ、ほらやっぱり琉球はもともと中国のものなんだというようなセミナーをして帰ってくるんですよ。このようなことをずっと彼らはやってるわけですから、極めて危険な状態になっていると思うわけであります。そして、彼らが考えているのは、これ日刊スポーツがいい記事書いてくれたんですが、琉球の主権が日本に属すと定めた国際条約はないと指摘、台湾問題に念頭に牽制かと書いておりますが、これは今日は省略しますが、詳しくはお手元の資料ありますが、8月に活動をしますので詳しいお聞きしますが、彼らの世論戦、法律戦は全ていろいろ計画済みでありますので、私これ見たらどういう理由で言うかっていうのはいろいろいくつかパターンがあります。で、先ほどの林政公の話に戻りますけども、この琉球の貴族が未定だということで、これ国会議員の先生方もとか外務省の方もご存じなければ危険だなと思うのがあるんですけども、明治12年、実は日本と清国で、琉球分割案を交渉いたしました。これは歴史用語では分島問題っていう、つまりお手元の資料には特にありませんが、分島問題、これ検索すれば出てきますが、実は日本政府と清国で、先島は中国に挙げて沖縄本島は日本で、沖縄を分け合うということに合意をしたという闇歴史があります。これは日本の歴史の中では一番の失敗だと思うんですけども、これはグラントという元前大統領が、北京に行って交渉に頼まれて仲介に入って、西郷月道とかそういう人たちと交渉して、じゃあ分島案で行こうということが決まりました。たまたま清国が、西太后が反対して批准をしなかったので、これは分島案は実現をしなかったんですけども、一歩間違えば宮古石垣は中国の領土になる危険性が実は明治12年にあったということです。これを中国 の工作員はよーく覚えているので、あの時にほら分島案やったからまだ琉球の貴族問題は未解決だというようなことを言ったりしますので、この時にピシッピシッとですね、批准しなかったあなたたちの成果でしょ、これはもうチャラですよと、今更こんなこと言うな、パシッというふうに返さないといけない、そういう理論武装を日本政府は今のうちからやっておかなければならないんじゃないかというように思うわけで、あります。で、お手元の資料にこれはまあ参考資料として加えておりますけれども、これは私、県議選に出るんですけれども、この県議選の戦いの水面下で一番気にしなければならないのが、中国共産党の参戦とどうやって戦うか、これはいろんなやり口がありますので、この黄色いマーカーをつけているところ、これは、これ沖縄でやってるなーっていう、ところを全部黄色線を、長瀬で資料ないんですか、受付で資料ありましたので、長瀬先生にお願いします。黄色い線はですね、これ沖縄でやってるじゃんっていうのを引っ張ったらですね、真っ黄色になっちゃった。真っ黄色になっちゃった。これ沖縄でやってるって思ったら、真っ黄色になっちゃって、参戦は彼らは方法的にやってきている、戦略的にやってきているわけですね。長言戦という言葉がありますが、人民解放軍のテキストには長言戦という言葉はなくて、参戦というのは正式に載っております。これはこの資料はですね、防衛研究所の方が中国の参戦について研究したレポートから引っ張り出したものをまとめております。これはこの参戦はですね、沖縄でやられていたら沖縄の人たちが洗脳されていると思ったら、それは大きな間違いで、今日これだけやって私たちが一緒に団結してやるのは、この参戦、沖縄問題に関する中国の参戦の被害者、これは実は全国の日本国民がもうすでに陥っている部分がかなりある。今後私一番恐れているのは、もう沖縄の人たちが基地反対独立するんだったらもういいんじゃねっていう、その諦めモード、これが私は一番恐れているところであります。抑止力というものは、いろんな、軍事力的な部分とか政治的な部分とか経済的な資源の部分とかいろいろありますけれども、最終的には一番の抑止力は国民の国を守る意思なんです。
これ国民全員の意思なんですね。ですので私たちは何が何でも団結をして沖縄を再び決して、中国に渡してはならないんだという、まずはこの選挙に出るにあたってこの思いを一つにしたいというのが今日の一番の私の望みでございます。この皆様のこの今までの十数年間の思いをまとめた歌が沖縄県祖国復帰の記念歌でございますので、こちらを流しますので、これはお手元の資料に歌詞カードを配っておりますので、この思いで今日は今後やっていきたいなというふうに思っております。ちょっと流します。それが沖縄問題がマスコミで、あ、沖縄大丈夫かなって思った時にはこの歌をまた思い出して、3番目の歌詞が一番私は大好きなんですね。まあ、共に手を取り共に力を合わせて、永遠に栄えゆく日本を築こうと、これは沖縄と手をつないでこそできる作戦であります。沖縄はいいやっていうね、思ってしまったらこれはもう不可能です。沖縄を守れない、沖縄を守ることが日本を守ることですから、沖縄を守るためにはぜひ力を合わせてやってまいりたいと思います。またこれから選挙厳しい戦いが続きますけれども、細かいことは作戦のいろいろやらなければやらないたくさんありますけれども、これもまた皆様のお力添えをいただいて、
私はエネルギーをもうたくさんいただきました。そして、皆様の期待をこの方にたくさんですね、何とも積み重なったようなぐらい、お言葉もいただきましたけれども、これをバネにしてまた今後頑張ってまいりたいと思います。本日は本当にありがとうございました。中村さんの覚悟が皆様に伝わったことと存じます。多くの沖縄県民に中村さんの熱い思いを知っていただくために、皆様のお力添えをどうぞよろしくお願いいたします。先ほどの、9名の最後になりますけれども、プログラムでは万歳三唱となっておりますが、それは来年の6月まで発表しまして、本日は中村悟を沖縄県政に送り出すために頑張ろう三唱を唱えて、私たちの心を一つにしたいと思います。9名の講演演説してくださった方、前の方に見間違いが出てきていただいてよろしいでしょうか。今度は一般社団法人未来の稲井の積もり様よりお願いいたします。皆様、私立に、はい、皆さん、今日は長い時間ありがとうございました。ちょっと頑張る参照するんですけど、ちょっと、まあ、この分だけ1分だけちょっとお話しますので、あのですね、今日は登壇者の皆さんの話を聞いたり映像を見てですね、もともと佐々木悟先輩が最後に盛り上げして私も泣きました。今日登壇者の人たちは本当に中村悟を心から応援するんだなと、そしてイコール沖縄のことを愛するんだなと思いました。私は沖縄人間なんですが、まあ、戦争とかいろんなことがあったんですけど、小さい時にうちの親父が元部長という国務だったんですけど、ずっと北の空から神風がやってきてですね、沖縄を守ったんだと、みんなほとんど当たらなかったらしいんですけど、当たったらみんな拍手したり、そういったことを本当に自分が子供の時に皆さん本土の人が沖縄を守りに来たんだなということがありましてですね、でもう一つはやっぱりこの方々がもし78年前戦争だったら神風となって沖縄、神風特攻隊となって沖縄を守りに来たんだなというのを今日確信しました。本当に今日登壇した皆さんが中野里イコール沖縄を守るんだということをこんなにね熱く感動して話を聞いたのは初めてです。そしてですね、頑張る三唱ということなんですけど、沖縄は、東京というかな、本土に何ていうかな、2つあります、気象条件。1つは台風です。台風でいつも沖縄から5年かかってますけど、黒潮に乗ってですね、いやまず我々、まず沖縄人間は絶対諦めないです。最後ですね、鬼滅の刃ってあるじゃないですか、皆さん。鬼滅の刃の無限列車っていうのがあると思うんですけど、やっぱり我々日本人は、なんて鬼に利権とかもらわないで、人間としてですね、同じ沖縄も日本も東京も日本人として絶対諦めないで、今の自民党もみんな断じゃないんですけど、我々は中村悟るだけじゃなくて中尾先生も吉田先生、またジャーナリストの皆さん、そして会場の皆さんも最後まで今の日本を諦めないでですね、頑張っていきたいと思います。まずはその前に中村悟を来年県議、そして中尾先生も最後は総理大臣までですね、また吉田先生もますます毎日見てます。そして皆さんジャラクの先生たちもスクール関係の先生たちも来ております。何といっても大事なのは皆さんと一緒になってですね、また皆さんの発展も一緒に含めてですね、頑張る山頂をやります。まず皆さん、みんな立ってください。手伏せてもらえますか。左手を、ね、腰に置いて右手を持ってですね、私が頑張ろうって言ったら皆さんも一緒に続いて3回頑張ろうって大声で日本全国まで発信していきましょう。それではいいですか。はい、行きましょう。はい、皆さんの発展を願って頑張ろう。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 ありがとうございました。ありがとうございました。それでは一旦、ご着席ください。